100日でエニアグラムを理解する。38日目、品川博さん、タイプ8。図ではここに位置します。負けず嫌いオーラも半端ないですよね。もうこのタイプ8独特の威圧感があります。で、一方、品川さんは、まあ、親分感ほとんど出ないんですよね。まあ、あるっちゃあるんですけども、でもほとんど表に出てこない。まあでもその、この仮説、タイプ8仮説がまあ正しければですね、きっとまあプライベートで、例の、あの、〇〇さんって呼ぶか、〇〇って呼び捨てにするかっていう、故障問題。これが必ずあると思います。まあ後輩は絶対呼び捨てにするし、先輩でもまあ、自分よりまあ、下とか上とかそういやらしいですけど、下と見たら呼び捨てにすると。そういう感じだと思います。親分感がない理由としてはですね、まあ、ウィキペディアで見たんですけど、やっぱり末っ子なんですよね。で、兄弟構成っていうのは、その、やっぱり性格っていうか、表現形態に、あの、すごく、あの、影響がありまして、まあ、タイプ8といえども、その、兄弟構成が違うと、まあ、そういう、どういうキャラクターというか、表に出るかっていうのは、やっぱり変わってくる感じですよね。でここでちょっと、まあ、ちょっと脱線ですけども、タレント論をします。今の時代は、まあ、すごいいじられキャラが全盛じゃないですか。で、タイプ8はこれすごく一番苦手なんですよね。というのも、その、いじられるとガチでムッとしちゃうって、まあ、シャレにならないわけですよ。で、まあ、そう、品川さんも、まあ、だいぶその時代に寄せてきて、最近いじられても、まあ、あの半分苦笑いでこうじるような感じになってきましたけども、まあ、基本的には不得意です。で、一方いじりキャラはというとですね、これとまあ一番得意なのはタイプ3で、逆側なんですよね。つまりと気持ちが分かんないとダメ、人情の機微とか、まあ、絶妙のバランス、これ以上こう追い詰めるとダメ、あ、すごい悲しい気持ちになってるからやめとこうとか、そういう絶妙なバランス必要なんですよ。で、まあ、気持ちが汲み取るの難しいのがタイプ8なので、これも一番苦手で、基本的に今の時代はタレントとして非常に生きづらい。一昔前だったら芸をまあ磨くことで、その芸を突き詰めるっていうのはすごく得意なので、そういうことでまあタレントとしてまあ活躍することは可能だったんですけど、今の時代はすごく難しいなと思います。まとめです。気持ち軸から遠い8の品川さん、自分の強さを表現する小説とか映画監督とか、まあ人されてすごい芸を磨くことはすごく得意なんですけども、やっぱり今のタレントの中に入って頭角を現すっていうのは難しいなと思いますね。